海所自衛隊最大の護衛艦、いずもが就役したことを受け、韓国の軍事サイト、コナスが竹島問題に絡み、いずも戦闘軍が武力で竹島を奪おうとすれば、韓国はなすすべがないとの見方を示した。26日付で韓玉時報が伝えた。同サイトは、いずもが作戦に参加するとすれば、単独ではなく、少なくも2から3隻の潜水艦、3から5隻のイージス艦や護衛艦が共に行動するとした上で、日本の空母戦闘群が六島竹島周辺海域に侵入すれば、朝鮮半島は事実上全土が日本側の作戦区域になる。韓国東部海上の防空識別圏は日本に掌握され、韓国の独島竹島上空での作戦能力は大幅に低下し、日本の空母上空までたどり着けなくなる可能性が高いと分析した。さらに、いずも戦闘群が武力で竹島を奪おうとすれば、韓国はなすすべがないと結論つけている。